首都圏域,域域ワイドは1998年4月2日から2003年3月7日に総合テレビで放送されていた地域情報番組。放送時間は平日17時5分から18時。首都圏放送センター制作で関東地方1と6県を放送エリアに持つ NHK スタジオパーク450スタジオからの公開生放送。1999年度は 甲信越地方でも全編放送され、2000年度も17時5分から17時30分のみ放送されていた。その他、NHK ワールド TV でも開始から終了まで全編放送されていた。それまで子供向け番組で構成していた夕方の5時台子供向け番組が教育テレビに移行したのに伴い、海外ドラマの再放送をしていたが、 地域放送の拡充を目指して5時台を地域放送に当てることに。その第一弾として始まったのが、この番組である。2003年3月7日に終了。首都圏ネットワークに引き継がれる。大相撲期間中は、大相撲中継のために総合テレビで放送されない。その解決策として、期間中は BS1 で、BS 列島情報を生き生き首都圏として放送。 それまでに放送された町探検コーナーの総集編、1日に一つの町を取り上げる。また、臨時ニュースで放送休止になる場合も、BS1 で BS 列島情報で放送。その日に放送予定の中継と町探検を放送。2003年4月から大相撲期間中は16時20分16時50分に変更していきいき首都圏を放送し、 2004年11月からは、首都圏内ウにタイトル変更したが、同年度をもって大相撲期間中の BS1 での、首都圏、シリーズ枠は終了した。ありがとうございます。